どうも宮です。ふみです。若手民です。今回東京皇居の前やってきました。はい、ここにある企画、皇居ランナーの学歴調査やってきたと思います。おお、まあね、今日日曜日昼下がりやってますけども、はい、まあ、ランナーの方がいるわけですよ。いますね。まあ、ストイックに走り続ける、はい、ということは、はい、高学歴なのか、どうなのか、はいはい、これちょっとね、インタビューしていきたいなと思ってます。そうですね、皇居の周り、はい、やっぱ走る人ってこうね、学高いんじゃないかって気もしますよね。そうですね、はい、実際どんな人が聞いていきます。皆さんチャンネル登録、高評価、概要欄ツイッターとインスタも絶対お願いします。それではいくぞ、スタート。わかって TV、 こくって TV 第3弾開催決定。素敵な出会いを求める男の子女の子大募集。わかって TV があなたをね、応援します。詳細は概要欄をチェック。いや、てかそ、いや、これ走ってる人止めんの、どうやってもう止めるよ、止めるよ。いやいや、止めるのやめろお前。おい、やめてやめてやめて、並走する、並走して聞きましょう。並走して関係のことやってまして、はい、ちょっと学歴だけちょっと、はい、学歴今聞いてまして、お兄さん今通ってる大学学部どちらですか？もうすでに社会人なんですけど。どちらの大学卒業？政経大卒。いや、安倍総理大学。いや、皇居の前。お姉さんは大学どちらですか？みんな一緒です。政経の、わかりました。皇居ランしてる方の学歴を今調査してるんですけど。あ、学歴。大学と学部教えてもらっていいですか？いや、私高卒です。高卒か。すいません、走ってください。はい、はい。意外に高学歴じゃない人も走ってるね。そう ね、 ね、走るって結構単純な行為だからね。やめろ。ちょっと今皇居ランしてる方に、はい、インタビューしてまして、はい、お父さん、通われてた大学学部教えてもらってもいいですか？専門卒。専門か。そう、お父さんは専門卒です。あー、専門か。いいよ、走れよ。昨日夜ちょっと腰がくがく、腰がくがくかい。今ちょっと皇居ランしてる方にインタビューしてるんですけど、すみません、大学とか行かれてました？大学行ってました。あ、行ってました。はいはい、どちらの大学ですか？東海大。東海大。なんで皇居ランされてるんですか？フルマラソンで。あ、フルマラソンに出る？もう決まってるんですか、予定は？いや、まだちょっと抽選中なの。あ、抽選中で、はいはいはい。どちらのフルマラソンに？おい、いやばい。東海大の学部どちらですか？政治経済。あ、東海の政治経済。低いっすよね、偏差値。やめろお前言え、やめろお前。ちょっと、やめろお前言わへんから。偏差値低いですね、言うとそのままやんけ、おい。東京ランされてる方の学歴を今聞いてるんですけど。中央大学。中央、すごい。法学部ですか？経済。あ、経済か。すごい。ああ。頑張ってください。はい、やっぱあそこ山の上やから、あそこ鍛えられてんねや。うわ、すごいわ。お兄ちゃん、今行ってたっすか、まず。今、15、4。10? あ、高校生。中学3年で。13? はい。うわ、受験はすんの、高校受験は。あ、僕、一貫校なんで。あ、どこの学校？巣鴨。巣鴨も進学校や。巣鴨高校、頑張って走ってや。あらす。走ってや。あ、なんか、おっさんあかんわ。あ、知ってます？見てますよ。ほら、何今、ウーバー中っすか？いや、もう今終わって帰ろうと思ってたところだったんですけど。はいはいはい、はい、そう、見てます見てます。あれは大学学部はどちらですか？あ、僕宮崎大学なんですよ。いやいやいや、国立すごい。地方、やめろ。地方も地方、偏差値50以下の。偏差値どげんかせ。やめろお前、お前東国原か。宮崎大学のいいとこ教えてください。いや、自然が豊かで、あと先生方がすごく優秀。あ、優秀なんですね。噂によると宮崎大のマンゴーがすごいいいらしい。はいはい、ええー、そうですね。はい、卑猥な意味じゃなくですね。いやいや、まあ、ちょっとマンゴー。そこは否定してくれ。いろんな人いますね、日曜日はね。宮崎大女子のマンゴーは良かったけど。何を言っとんで、さっきからあった。おーおー、間違えた間違えた。ちょっと間違えました、失礼しました。じゃあ次、ちょっと歩かれてたお父さんいたんで取れちゃいました。はい、皇居ランナーの学歴調査というのをやってまして、はい、お父さん、通われた大学学部教えていただいてもいいですか？東北大学。おお、うわー、トンペイだった。やっぱりこれ高いぞ、高いわやっぱ。なんで皇居なんですか、走るの？もともと東京の人間じゃないので、はいはいはい、ちょっと単身赴任でこっち来てるので、はいはい、おお、すごい、おしゃれ。せっかくなら皇居ランナーっていう話は聞いたことあるので、こっち入れるうちに走っとこうかな。で、そこで女性と出会ってちょめちょめみたいな。いや、やめろお前、ほい。引き続き頑張って走ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、ごめんなさい。ありがとうございます。はい、ゴーゴー、ゴーゴー。お前監督か、お前。あ、お父さんありがとうございます。今走られてました。はい、走ってます。あら、すごい汗がね、やっぱしっかり。ちょっと汗、ピチってして大丈夫ですか？やめろお前、おい。何の話やねん、お前。いいっすか、はい、いいっすか、俺ぞ、俺ぞ、おぉ、めっちゃ出てる。いや、むしろな、お前、自分で行けよ。そうそうそう。大学と学部を聞いてまして、はい、出身内緒です。内緒教えてくださいよ。地方はどこら、どの地方ですか？地方はね、宮城県。
宮城でスポーツバカ、東北福祉大学だ。やめろお前、ほいいや絶対そうや、東北福祉大学です。偏差値出しといてください。東北福祉大学です。そういうことにしといてください。僕は学院だと思いますけどね。僕らあの YouTube のインタビューしてるんですけど、少しお話聞かせてもらいたいですか。神戸ユニバーシティマジですか。もう卒業したんですか。そうですか。神戸大卒ですか。はい、マジか。神戸大学部はどちら。 MBA なんで。 MBA 経営学修士。神戸大の MBA MBA がいたんですごいね。わざわざ服着るか。やめろ。まあ学部ちょっと神戸大じゃない可能性もあるけどね。なるほどね。立命館とかのパターン多いのよ。あるね、あるある、ね、すごいかっこいいイケメンっすね。何歳ですか。今26です。26編集担当です。おめでとうございます。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。お兄さん、今通ってる大学学部教えてもらってもいいですか。高知工科大。そうです。おお、最低変更効率。やめろお前。まだ東京ですか。今就職してこっち来たんです。就職できました。高知工科大でも。できました。高知工科大で遅れたな今俺。京都大だぞ。はい、待ってください。待ってくれ。行きますよ。じゃあ、走ってた女性の方見つけました。はい、結構プロの方です、公共ランは。あ、そうですね、結構走ります。何周ぐらい。今日は4周しようと思って。いや、女性で10キロ。朝から10キロ走ってきたんで。30キロ。めっちゃ走るやん。やば。今は社会人ですか。そうですね。あ、はい、じゃあ通ってた大学学部教えてもらってもいいですか。あ、名古屋大学。うわ、ごめんなさい、ちょっと工学歴すぎて反応しちゃいます。これはすごい。学部は、はい、工学部の大学院。やっぱ工学歴ストイックやな。ね、その平日のお仕事は何系ですか。ウェブサービス系。ウェブサービス。グーグル。いや、まあ、まあ、分からんけどね。まあ、そういうのかな、もしかしたらね。否定しない。ちょっとまあまあ、やめろ。ガーファだ。いやいや、名古屋大の院出られてどのぐらいですか。新卒です、今。あ、今。おー、なるほど。上京して。はい、あ、慣れました、東京は。全然です。まだ。同じ観光客より感じ。かわいい。やめろ、お前。公共ラン、やっぱ好きですよ、公共ラン。好きですね。おー、その心は。一周が長い。一周が、なるほどね。信号なしで一周が長いのがめっちゃいいです。はい、長い方が好きですか、いろいろ。そうです。はい、違う、そういうこと。ちょっと、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと、ごめんなさい。謝ります。ちょっと、公共前で土下座してるから、漁港放送みたいなってるやんか。配線じゃないから。配線じゃないのよ。やめてください。ちょっとこれもうせっかくなんで、名古屋大美女と伴奏、フリートークみたいな。こんなんしてもいいですか。それ今、公共は知ってる。なるほど。はい、名古屋大の美女って今走ってるね。嬉しいね。結構飲みに行ったりとかするんですか。します。おお、どの辺で。九段下のこと。はあ、いいですね。九段下、はい、さては靖国神社参拝してますね。別に。え、彼氏さんとかいるんですか。あ、聞きすぎ。お、名古屋大時代いました。いました。おお、なんで別れちゃったんですか。らしいくれて、らしいくれて。何喋ってるの。お前これ合コンか、これは。やめてくれよ、もう。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ちょっと、いいね、こう運動しながらコミュニケーション取るってのはね。本当よね。毎日家にこもってさ、ウーバーばっかしないで自分で走れよ。お前ちょっと多分ね、カメラマンがねバテすぎてね、もうぐにゃんぐにゃになってると思う。ちょっと公共ランしてる女性の方見つけました。はい、これから走るところですか。あ、これから仕事終わってこっから家に帰る途中で。え、ここから家帰るんですか。走って、はい、帰宅ランって。帰宅ラン、そんなのあるんですね。ストイック、ね、公共ランしてる方の学歴を聞こうという企画をやってまして、はい、どちらの大学ご出身ですか。2つあるんです。え、すごい。1つ目、はい、お願いします。1つ目が青学、はいはい、文学部。青学の文、はい、2つ目というのは、はい、は早稲田。え、どっちの院とかですか。あ、昔の第二文学部。あ、文化構想学部。なるほど、はいはいはい。あ、大体生まれた年代分かりました。やめろ。おい、ちょっと。おい、なぜ2つ青学の後に早稲田。はいはい、どうしても早稲田に行きたかったんです。で、最初受験した時に失敗しちゃって、はい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 、青学出たんですけど、はい、その時卒論書かなかったんですよ。書かずに 卒業しちゃって、はいはいはい、やっぱ卒論書いとけばよかったなと思って。そこ、はい、で、3年生から編入で、はい、なるほど、早稲田の3年次編入で、はい、はい、バリバリの学歴が好きという。早稲
早稲田フェチだった早稲田フェチ、はい、早稲田行って得したことというか社会的に得したこととか何かありますか。確かに青学よりも海外で知られてたので、うん、確かに大学ランキング世界の大学ランキングにも入ってる大学なので、結構3桁でしたけどね、うん、やめようこいつちょっとうざいんですよ。京都大学なんですよ。京都大学なんですよ。あ、京都も行きたかったです。行けないですよ。やめろお前、やめろお前。早稲田の方が世界的にそうですね、青学って言ってもあまり知られてない。あ、そうか、まあ、そうや、まあ、残念ながら、はい、知られてたので、うん、そう。いや、お前らな、早稲田ワールドワイドやからな、本当になめんな、本当に世界の早稲田ね。世界の早稲田 W なので。あ、W のインターネット WW、 あれ早稲田だ。 WW 早稲田だね。わらわらって感じやもん。やめろ、まあ、そんなこと言っちゃって高みの見物すな、お前、本当に。プラン力強いね、走りすごいね。ステップがやっぱ確かにプロの走りや。安定感すごい。体幹の安定がすごい。反強化でもあんだけ安定すんねん。やめろお前、するわお前。走られてる方見つけました、はい、公共ランナーの学歴を聞いてまして、はい、お兄さん今通ってる大学学部教えてもらってもいいですか。社会人なんですけど、はい、どちら行かれてました。早稲田の理工学部です。お休みの日はこう走ったりしてる、うん、そうですね、マラソン出たいなと思って。あ、マラソン、マラソン、なんかどのマラソン走るぞみたいな狙ったやつあるんですか、うん。東京マラソン走っていたいです。フルマラソン、はい、フルマラソンの経験は今までないです。あ、ないです。お、え、めっちゃきついんじゃないですか、うん、まあでも大学の時とかも結構歩いたりとかしてたんで。あ、そうだ、もしかして早稲田なんで、あれですか、はい、100キロ俳句経験したんですか。2回出ました。あ、すごい、2回。ビーヤマ100杯の解説しといてもいい。100杯ってあの早稲田の所沢キャンパスか早稲田キャンパスまであの2日間かけて歩く企画ですよね。仮装とかされました。普通に仮装しました。あ、そうそう、何されたんですか。セラックとかそう。ちょっと待ってください。すごい、僕のこと知ってる人いた。あれ、え、ちょっと待ってください。もう答えが、胸に答えが。え、胸に、え、マジですか。東北ユニバーシティ、はい、東北大またいた2人目、東北大。 お兄さん、皇居ランしてどれぐらいですか今歴は。半年ぐらいです、ね、半年ぐらい。お兄さん、皇居ランとは何ですか。ライフワーク。すごい。つけんな。いやええやろ。周りにも知り合いとかいます走ってる人とか。いないです、ね。あ、孤独な戦いですか。はい、私一人で、苦しくなんないですか、こう一人で走っててしんどいなみたいな。きつくない程度のペースで走る。あ、それが続く秘訣みたいな。はあ。受験勉強と一緒や。ねえ、確かに。間違いない。自分が勉強嫌いにならない程度に勉強し続けるみたいな。ね、というわけでやってみました。公共ランナーの学歴調査、はい、結論高学歴めっちゃいました。いや、もう高学歴も宮廷の嵐だったね。あ、すごいね。もう国立とか理系とかさ、あとちょっとインタビューがめっちゃしんどいっていう、うん、確かに。いや、もう大変だと思う。バテバテですよ。ちょっと伴走したからね。ちょっとね、ランナーの皆さんにちょっと邪魔してしまって申し訳ないなと思いつつ、はい、でもどうしても学歴聞きたかって、ね、もう許してくれ。いやね、それはもう学歴聞けて満足です。僕はですね、もう僕らもね、走りましょう。ここからね、走りましょう、はい、高学歴達した皆さん頑張ってください。チャンネル登録、高評価、明るいか、ツイッターとインスタも絶対お願いします。じゃあ今日この辺でバイ。 バイ。